日野明博は、日本のゲームクリエイター、脚本家。システムソフト、リバーヒルソフトを経て、レベル5を創業し、同社の代表取締役社長を務める。福岡県大牟田市出身。プログラマー、シナリオライター、ディレクター、プロデューサーとして、数々のゲーム開発に携わり、ドラゴンクエスト8空と海と大地と呪われし姫君、や、稲妻イレブン、 妖怪ウォッチなどのヒット作を生み出した功績から、福岡市文化賞、福岡県文化賞などを受賞している。また主に、レベル5開発のゲームを原作としたアニメ作品に、脚本などで制作に関わっている。1968年7月20日、福岡県大牟田市で生まれる。幼少期より、プログラミングと PC ゲームに親しみ、ドラゴンクエスト3そして伝説へ、 に出会ったことでゲーム業界に入ることを決心する。コンピュータ専門学校を卒業後、システムソフトを経てリバーアヒルソフトへ。プログラムを含むディレクションを複数の作品で担当する。その後、1998年に当時のチームメンバーと共に独立し、レベル5を設立する。レベルブでは巣の下請けとして、 RPG を開発。その後、ダーククラウドに目が止まった当時スクウェアエニックスに、所を属していた、渡辺達上、及び堀井裕二の依頼で、ドラゴンクエスト8空と海と大地と呪われし姫君のコンペに参加し、正式に受注する。日野はディレクターを務め、2004年11月に発売される。2005年より、 福岡に存在するゲーム開発会社を中心とした団体 GFF の会長に就任。九州大学と提携しながら活動を行っていく方針を発表した。2011年10月から2012年9月まで MBS-TBS 系にて放送されていたアニメ、機動戦士、ガンダムエイジではゲーム原作以外で初めてアニメのストーリーシリーズ構成を担当した。 2017年東京2020大会マスコット審査会の委員を務めた。ありがとうございます。